ジジジンドブレ、今日は5万人登録スペシャル動画ってことで、前回俺が出た時にお話しした5万人登録いったら何か動画を撮るってことなんで、今日はポーランドで体験したちょっと嫌な体験、嫌な経験っていうのをお話ししていきます。今から話するのはもう5年も6年も前の話で、まだその時自分はポーランドについて何も分かってなくて、日本にいる感覚でいろいろやってきたから、だからなんかそれが全部正解じゃないし、日本人が全員そう思うわけじゃないかもしれないんだけど、あくまでも個人的な体験なので、そこだけ踏まえてみてもらいたいです。で、当然その時に結構カルチャーショックっていうのを初めて受けたんだけど、それもだからそういった意味でもすごく勉強になりました。だからそれじゃあちょっと一番最初に印象に残ってる話から始めようと思います。今日はちょっとメモを書いてきました。5、6年前の話だから、もうほとんど忘れてて、メモ見ながらちょっと説明したいと思います。一つ目が、両替所へ行って、大きなお金を取られちゃったっていう話なんだけど、普通に日本で、両替所へ行くときって、だいたい空港か、あと駅の近く、駅の中だったりにあるから、その感覚で、ポーランドで両替所へ行こうとしたら、ポーランドは両替所がいっぱいあって、で、正直どこに入ればいいか、まあわかんないんだけど、とりあえず普通に入って換金しちゃったんだよね、自分はね。今まで、だいたいポーランドで両替するときは、友達とかあと、なっちゃんと一緒にしてたんだけど、今回はまあ、いろいろそういうのを見てきたから、自分一人でもできるだろうと思って、まあその辺のね、街にあるブロツワフの両替所入ったんですよ。で、そしたら、まあとりあえず両替なんとかできて、ああやった、一人でできた、と思って、まあ、家に戻って、たまたま、なっちゃんがその日ね、別のところで、両替してきて、同じ金額を変えたんだけど、そしたら、金額が100ゾロッチ多くもらえてて、俺より。で、なんで同じ値段変えたのに100ゾロッチ俺より多いんだろうと思ったんだけど、実は場所によって全然値段が違うっていうのを知らなくて、ポーランドだとこんなに値段違うんだっていう意味ですごく勉強になったっていう話です。もし今この動画を日本人の人が見てたら、一応その失敗者のアドバイスとして聞いてほしいんだけど、もし両替するときに友達がいるとか、あと現地に詳しい人がいるんだったら、どこが一番安いとか、ここで変えた方がいいですっていうアドバイスをもらえるんだったら、その人の話を絶対聞いてください。じゃないと自分みたいに多くお金を払うことになっちゃったりとかして損しちゃうので、そこは気をつけてください。で、もしそういう人がいないんだったら、自分でそのどこがレートが高いとか安いとか、その手数料がなるべく安いとこを探して、そこで変えてください。で、まあとりあえず、まあお金の話はもうちょっとここで終わりにして、別の話に行きたいと思います。で、二つ目ですね。なっちゃんの、故郷のノビタルクっていうところで、クリスマスね、夜中に教会、夜中のミサがあって、そこに見に行ったんだけど、どんなもんか知りたくて。で、そこでいろいろこういう雰囲気なんだってのをちょっと学んで、まあ勉強というか、いろいろ雰囲気を知ったので、途中で出てきて、まあ雪の降るね、寒い冬だったんだけど、すごく。まあ当然田舎だから、なんかこう、雪も多くて、真っ暗な通りだったんだけど、なんか、ヤンキーがね、7、8人、暗いね、電気のついてない建物のね、前で、なんかこう、たむろしてたんだよね。で、まあそこなんか、通るの嫌だなとか思いながらも、とりあえず、まあそこ通るしかなくて、で、なっちゃんとこう、二人で歩いて、そしたらなんか、遠くからね、こう、ちょっと、こっちを見ながらね、なんか、すごいなんかヘラヘラ笑ってたりとか、なんかあと悪口やっぱ少しちょっとわかるから、なんかそういう言葉がポツポツ聞こえてきたりして、で、明らかにそれが自分に対して言ってるものだっていうのはなんかこう感じられたんだよね。すごく通る時もなんかこっちみんなしてこっち見ながら、すごいネガティブな感じで、なんか悪口を言ってるようなのはすごい伝わって、で、まあ当然そこでなんかトラブル起こしたりとか、そういうわけにもいかないし、やっぱり、こっち二人で、まあ、なっちゃんも女の子で、ね、二人だけでいて、向こう七八人で、なんか喧嘩になったりとかしても危ないから、行こうよ、無視しようっていうことで、なるべく早めに、こう、トラブルにならないように行ったんだけど、なんか、やっぱりその自分が言葉わからなくても、やっぱりその相手の、なんかネガティブな感情であったり、ジェスチャーとかって、世界共通でやっぱ伝わるから、あと顔の表情とか、
だからそういうのって自分がそういう経験をしたから結構その外国人とかと話すときになんか結構意識するようになったし、なるべくそういうネガティブな感情を出さないとかジェスチャーしないとかっていうので、そういう意味で勉強にすごくはなったんだけど、まあ今となっては別に全然自分も気にしてないし、まあどうでもいいんだけど、ただやっぱりその時はすごい真っ暗でなんかすごい雰囲気が怖かったから危ないなって思った話です。でじゃあ、最後3つ目の話なんだけど、これはねちょっと一番やばい、すごい自分の中でも衝撃的な話だったんで、まあそれをちょっと心して聞いてください。でこの3つ目の話は、ワルシャワの地下鉄で変態のおじさんに、トイレに入ってこられかけたっていう話です。これは自分が、ワルシャワの地下鉄に乗る前にどうしてもちょっとお腹痛くてトイレ行きたくなったから、ワルシャワの駅が近かったからトイレ行こうと思って、で友達には上で待ってもらってて、自分だけ下降りてトイレ行ったんだよね。でポーランドのトイレってちっちゃい小便器の方とあと大便器の方で2つで分かれてるんだよ。まあ、とりあえずお腹痛かったからこう大便器の方に上げて入ったら誰もいなかったんだけど、一人だけねおじいさんというかおじさんがなんか一人こううろうろしてて、でなんだろうなって思いながら、まあいいや、とりあえずもう早く入りたいから入ろうと思ってドア開けて入ろうとしたら、なんかその人がなんかちょっと待ってみたいな、先入るからみたいな感じで来たから、あごめんなさいじゃあどうぞ先にってやったら、その人が、あいや先にどうぞみたいな、またあじゃあすいませんつってまた入ろうとしたら、また一緒に入ってこようとするんだよ。でなんだろうなと、あじゃあ先に入ってくださいみたいな、やったらその人がまたいやどうぞ先入ってみたいな感じでやられるから、あじゃあすいませんって入ろうとしたらまた一緒に入ってこようとするんだよ。その時になんかなんだろう、初めてこう感じた経験というか、なんで一緒にトイレ入ろうとするんだろうってすげえ怖くなってきちゃって、で当然俺より体でかいし、なんかここで喧嘩になったとしても、まあ、正直勝てる自信もあんまなかったし、あなんか普通じゃないからとりあえず出ようと思って、まあその場で急いで逃げたんだけど、でなんかちょっと頭の中パニック状態だったから、とりあえず人がいる小便器の方行って、まあ用済ませて出てこうと思って、こうやってその何ズボン下ろしてとかってやってたら、またその人が入ってきて、でこうやって覗いてくんのね、すごい。でへえと思って、だから急いでこうズボン上げて、でなんか怖いからもうちょっと走って逃げて、したらなんかその人がねやっぱついてくんだよ自分のところに。であからさまになんかそのもう一人いた男の人とかもなんかなんだこいつと思って見てはいたんだけど、でも何にもその言ったりとかしないんだよね。でも自分はもう関係ないからみたいな感じで何も助けてもくれないし、でだからそこでちょっと一つ不思議だったのが、なんでなんだろう、ポーランド人全員じゃないんだろうけどはこう自分に関係ないと思ったらこう何にもしてくれないのかなみたいな、それちょっとこうなんか、誰にこう怒りをぶつければいいのかっていうような、そんなちょっと気持ちもあって、なんで何もしてくれないんだろうな、助けてくれないんだろうなと思って、なんか駅員さんとかにも何も言えないし、言葉もそんなはっきり言えないから、駅員さんにこう助けてくださいとも言えないし、変な人いますとかも言えないし、だからとりあえず走って上に逃げたんだけど、やっぱついてくんねん、その人ずっと。で一緒にいたその友達っていうのが、まあ女の子一人とそのなっちゃんの、まあなっちゃんの友達となっちゃんで二人で、でだから何にもできないからとりあえずその一緒に行って、まあじゃあ早く行こうかっていう感じで三人で合流して、歩いて行ってる時にもうその人いなくなっちゃったから、まあトラブルにはならずに済んだんだけど、でどうしてもお腹痛くてトイレ行きたかったから、なっちゃんに聞いたら、近くにデパートがあるっていうから、そこのトイレ行ってなんとか無事で済んだから、でもしどうしてもそこのトイレしかないっていう時は、友達でこうちょっとついてきてもらうとか、トイレの前で待っててもらうとか、していつでもこう逃げれる状況にしてもらった方がいいかなって思います。でまあとりあえず、これを3つで、話は終わりなんだけど、これだけこういろいろとちょっとポーランドの経験すると、まあそんなに今ではもう気にしてないし、昔の話だから今ではこう勉強になったかなって思うんだけど、とりあえず自分が初めて感じた、カルチャーショックのお話でした。OK、じゃあ今回はとりあえずこの3つの話で終わりになるんだけど、まあ、どうかな、みんな面白かったかな、3つの話は。で
この3つの話でどういう話が面白かったとかコメントあったらしてください。で、ちょっと実はまあ自分のストーリーとかを話すのはあんまり苦手で普段しないから、できればその Q&A とかで何か日本人にとか俺になんかこう質問があったらコメントでくれると嬉しいです。で、もしなんかいっぱいそれがあればまたなんか動画で撮りたいなと思うんで、ぜひコメントで何かこう質問があればしてください。で、もし動画用のそのコメント、質問があるんだったら、一応 Q&A っていう、Q&A って書いてコメントしてください。まあじゃあ今日はこれで終わりなんだけど、5万人登録ってことで本当にありがとう。ジェンクエンバルゾン。で、まあ次ね、10万人いつ行くかな。まあなるべくね、また10万人行った時はまた何か動画撮りたいから。まあ次の動画とかも俺も出てるからね、楽しんでね。じゃあ終わりにします。また。バイバイ。パパ。